ゃないけれど、派遣社員の舞ちゃんは多分私に惚れている。毎朝お茶を持ってくるたびになぜかにっこり笑うんだ。あれは恋かも、恋する女のメッセージかも。親父の心より灯った小さい気持ち悪いのよ課長の笑顔。愛想笑いで返すけど思わず鳥肌立っちゃうわ。毎朝お茶を持って行くたびに舐めるような視線で見つめるの。あれはセクハラ、エッチな妄想しているのかも。親父はいるだけで環境汚染だわ。一筋に生きてきた。浮気も不倫も縁がない、こんな誘惑初めてさ。毎日今度食事でもどうと言いたい気持ちをこらえてる。ダメだダメ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 、私が抑えなければ親父の心に灯った小さな火。何か言いたげにうろうろしてる、無視する私の耳元で凍りつくようなギャグを言う。毎日エレベーターが開くたびにどうかいませんようにと願うのよ。いやよいやいや、同じ空気を吸いたくないの。親父はいるだけで周りを暗くする。かわいい舞ちゃん、ごちそうおいで、どっかに消えてよ絵の課長、おかしな妄想してないで。一緒にデュエット歌おうじゃないか。肩とか抱いたらぶっ飛ばす。つらいつらいの本当のことを言ってもいい。親父のところに灯った小さな、灯った不気味な、灯った危ない火。